なんか楽しくない、なんか気乗りしない、なんか好きじゃない、ものすごく不幸というわけではないけど、すごく不満があるわけではないけれど、日常の中でなんだかモヤモヤしてしまうことってありませんか？例えばそれは、友達とのランチをキャンセルしたい、あの人に言われた言葉が嫌だった、なんとなく気乗りしない仕事があるといったことかもしれません。そんな時に、それでも我慢して頑張らなきゃと無理に自分に言い聞かせたり、こんな些細なことでモヤモヤしてしまう自分ってダメだなぁと自分を責めたりしていませんか？現実を良くするのはポジティブな思考やエネルギー、プラスのパワーがプラスの出来事を引き寄せる。たくさんの本が、多くの人がそんな風に言っているのを聞くと、モヤモヤは良くないもの、なくすべきもの、そう思ってしまうのも自然なことかもしれませんね。ですが、心地悪い、焦りを感じる、なんだか不安、怖さがある、こうしたネガティブな感情は、実はあなたの強力な味方で人生を変えるパワーがあるんですよと聞くとどうでしょう。なんだかモヤモヤも悪いばかりの存在じゃない気がしてきませんか？今回はネガティブな感情に焦点を当てて人生を好転させる方法を見ていきましょう。皆さんごきげんよう。幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは、様々な本を紹介しながら、今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けいたします。今回紹介するのは、リュウさんの人生が自然と輝き始めるネガティブの手放し方です。著者のリュウさんは心理カウンセラー、エネルギーワーカーとしてご活動されています。もともとはテレビ局の報道カメラマン、ドキュメンタリー映像作家の仕事をしていたリュウさん。しかし突然パニック症を発症したことを機に、全ての仕事を辞めざるを得ない状況になってしまいました。実は幼い頃からとても繊細だったというリュウさん。そんなリュウさんが繊細な自分を守るための手段といえば、自分の声に蓋をして外側の世界に合わせて生きていくことでした。ですが、心の不調をきっかけに、感情というエネルギーにとことん向き合った結果、リュウさんの生き方はガラリと変化しました。こうした自らの経験から生まれたメソッドが、感情解放メソッドです。ポジティブな思考は現実を良くしてくれるパワーがあるけれど、ネガティブな感情って嫌なもの、自分を困らせるものだと皆さんは思いませんか？ところがリュウさんは、ネガティブ感情は私の人生の役に立ちたがっている強力な味方であり、ネガティブ感情には人生を変えていく力があると言います。ネガティブ感情で人生を変えるというのは、一般的によく言われるスピリチュアルや自己啓発のアプローチとは真逆で面白いですよね。では早速見ていきましょう。1、幸せになる鍵はモヤモヤにあった。2、感情をアウトプットすればハートが開く。3、モヤモヤを解放するワーク。1、幸せになる鍵はモヤモヤにあった。ネガティブな感情が湧いてきた時、皆さんはその感情を大切にできているでしょうか？それどころか、むしろモヤモヤしない自分になりたい、こんなネガティブなことを考えてしまう自分はダメだと考えていませんか？例えば私で言えば、最近どうしても気乗りしない仕事がありました。気合を入れて頑張ればなんとかこなせるのですが、いざ取り組もうとすると、どういうわけかモヤモヤしてしまいます。そんな時に私がやっていたことは、モヤモヤに注目することではなく、なんとかして気持ちをポジティブに切り替え、やる気を出そうとすることでした。おまけに、モヤモヤしてしまう原因は自分に気合が足りていないからだと思っていました。同じようなこと、皆さんもないでしょうか？ネガティブな感情やモヤモヤが出てきた時に、それを良くないものだと考え、何とか消そうとしたり、気のせいだと無視したり。そもそも私たちはどうしてネガティブな感情を悪いものだと判断するようになったのでしょうか？考えてみたら、赤ちゃんは泣いたり笑ったりする時に感情をジャッジしているわけではないですよね。本書からリュウさんの言葉を引用すると、感情は良いも悪いもなく、ただ溢れるものであり、ネガティブな感情もそれくらい軽い存在なのです。しかし、物心がつく頃から私たちは、泣いてはダメ、怒ってはダメと教えられてきました。また、自己啓発本は前向きでないといけない、愚痴を言ってはいけないというメッセージを発信しているし、SNS を見れば幸せそうで楽しそうなワクワクした投稿が目につきます。
そうした投稿を見れば悩みがある自分が良くない、劣っているように見えてしまうのも当然のことです。リュウさん自身、人生を変えてくれるのはポジティブな感情だと思っていました。しかし気分が乗っている時はそうしようとワクワクしても、気分が上がらない日や調子の悪い日はモヤモヤしてしまいます。そんなことを繰り返す中でリュウさんはこう考えました。ワクワクではなくモヤモヤに注目しよう。そうしてモヤモヤの声に従った結果、なんと人生がどんどん前に進んでいったのです。そう、モヤモヤした声、ネガティブな感情は人生を導いてくれる存在でした。なぜならネガティブ感情はこっちには行きたくない、こっちは嫌という明確なメッセージを伝えてくれていたからです。人生にとっての本当の答えは外側の世界ではなく内側である自分が知っています。モヤモヤは意識が外側を向いているよ。モヤモヤの声に耳を傾けて、答えはここにあるよというサインなのです。何かに対してモヤモヤしてしまう時にはぜひ覚えておいてください。大きい小さいはなく、こうした心の声、違和感をサインとして大切に扱ってあげること、味方になってあげることで本当の自分が望む生き方ができるのです。ネガティブな感情も軽い存在、答えを教えてくれているサイン、このように聞くだけでもなんだかほっとしませんか？私もこの本を読んでから、そっか、モヤモヤするということはこっちには行きたくないということ、無理をしてやる必要のないことを教えてくれているんだということに気づかされました。そして先ほど話した気乗りしない仕事の件も手放すという選択をし、自分が望むことに集中することで結果的にモヤモヤがなくなり、それ以上に良い流れに乗ることができました。モヤモヤやネガティブな感情を受け止め仲良くなること、これを意識することで必ずしもポジティブな感情に目を向けなくとも自然と良い方向に導かれていくのです。ちなみにネガティブ感情と仲良くなるコツは感情に相性をつけることだそうです。リュウさんの場合はネガティブ感情にモヤモヤくんという相性をつけているとのこと。このように聞くと可愛い生き物のように思えてきますよね。イライラくん、ネガティブちゃんなどと呼びかけてあげれば、こうした感情も愛らしい自分の一部に思えてきます。本書でリュウさんは、感情は感情体というエネルギーでできていて生命体のようなものだとも述べています。私たちという存在は目に見える体と目に見えないエネルギーの体、エネルギーボディによって構成されています。そしてエネルギーボディの健康的な状態というのは、ポジティブ感情もネガティブ感情も川の流れのようによどみなく循環していることだそうです。確かに世の中が陰陽の法則で成り立っていることを考えると、陽のエネルギーだけ流れているというのは逆に不自然に思えます。ネガティブも存在しているのは自然なこと、それを排除するのでもなく、重く捉えるのでもなく、川の流れのようにありのまま受け入れることが軽やかに生きること、すなわち生きやすさにつながるのかもしれませんね。また私たちの人生において心が安定している時期と不安定な時期があるのはとても自然なことだともリュウさんは語ります。なぜなら生命というものは揺らぎを生きているからです。月の満ち欠け、昼と夜、天候や季節の移り変わりなど、全ての生命は大きなバイオリズムの中にありますよね。揺らぎを受け入れて委ねる生き方とは、ネガティブもポジティブも受け入れて生きること、これが本当のポジティブであり、この揺らぎがあるからこそ生命や自然は神秘的かつ美しいとリュウさんは言っていますが、まさにその通りだと感じました。では2番目、感情をアウトプットすればハートが開く。ところで人間にはワクワクが起きやすいワクワク体質と、モヤモヤが湧きやすいモヤモヤ体質があるということをご存知でしたか？ワクワク体質はモヤモヤとした気持ちが停滞せず、注意や指摘をされてもそれほど気にならず笑って跳ねのけることのできる性質のこと。それも無理なく自然とそうすることができる人です。前向きな発想のもと、ワクワクした感覚を土台に人生をダイナミックに動かすことができます。一方でモヤモヤ体質は断るごとにモヤモヤしてしまいます。指摘や注意にも敏感で、極端に自分を責めてしまいがち。人のことを気にしてしまい、罪悪感や後悔を抱きやすいのも特徴で、人との調和を望みます。皆さんはどちらの体質ですか？
もし自分はモヤモヤ体質だと思うのであれば、もしかしたら自分自身のことを不器用だと思っていたり、繊細さゆえに生きづらさを感じるような場面も多かったりするかもしれませんね。ワクワク体質に憧れたり、モヤモヤしてしまう自分を責めてしまったりすることもあるかもしれません。ですがリュウさんはモヤモヤを感じることは弱さではなく、この世界に対する健全な反応だと言います。そしてモヤモヤ体質の人でも、自分がモヤモヤ体質であるということを受け入れ、モヤモヤの対処法を知っておけば人生がぐっと生きやすくなるし、モヤモヤ体質なりのワクワクを生きることができるようにもなるそうです。そしてそんな人にこそ意識してもらいたいことが、感情の解放、そしてハートを開くことです。ところでハートを開くという言葉って、スピリチュアルの本でもよく聞きますよね。これってどういうことなのでしょう。リュウさんの言葉で表現するなら、ハートを開くとは自分の柔らかさや繊細さ、本音の私をそのままに生きることです。どうですか？ハートを開いて皆さんは生きていますか？ハートには2つの役割があるとリュウさんは言います。1つは感情を通じて人生を導く役割です。私たちはハートを通じて快、不快を知ることができます。そしてもう1つの役割は生命エネルギーを溢れさせることです。確かに自分らしく生きている人は、見ていても生き生きとしていて、生命力が内側から満ちている感じがありますよね。けれどもやもやしている状態でいると、無意識にハートは閉じてしまいます。するとハートではなく思考で判断するようになり、もやもやした中で生きることになるのです。反対にハートが開いている時は、ほっと安心している感覚があるそうです。例えるならこれは、お風呂や布団に入った時の緊張が緩んで脱力するような感覚だとのこと。また感情が溢れてきて涙を流している時や、感情が解放されている時などにもハートは開いているそうです。つまりハートを開いて生きるためには、感情を解放するということが大切ということ。というのも、エネルギーボディに滞っていたエネルギーはアウトプットすることで動き出すのだそうです。つまり感情をアウトプットすることで、エネルギーを動かしハートを開くことができるのです。本書には感情というエネルギーを動かすためのワークがいくつか紹介されているのですが、今回は誰でも毎日簡単にできるモヤモヤ解放ワークをご紹介したいと思います。3、モヤモヤを解放するエネルギーワーク。ではここでは具体的なワークのやり方をご紹介していこうと思います。これから紹介するエネルギーワークは、嫌なことがあった時はもちろん、なんとなくイライラしたり疲れを感じたりしている時にも効果的だそうです。ワークと聞くと身構えてしまったり、続かないかもと不安になる人もいるかもしれませんが、完璧を求めなくて大丈夫。大切なのは、小さなことであっても感情を解放してあげる習慣を持つこと。そのため寝る時にハートに手を置いて、今日も頑張ったねとねぎらいの声をかけてあげることや、時間がない時にはため息を一つつくだけでも構わないそうです。リュウさんの場合は、寝る前に布団の中で今日感じたモヤモヤを解放するようにしているそうですが、ワークを行うのはやりやすい場所、やりやすいタイミングで良いとのことです。慣れてくるとトイレの中などでもできるようになるそうです。解放ワークのステップは3つ。1、モヤモヤした場面を思い出す。2、その時の感情を吐き出す。3、苦しみを抱えてきた自分に寄り添う、です。まずはなんだかモヤモヤしているなと思ったら、その気持ちに意識を向けてみて、それから具体的なモヤモヤの原因となった場面を思い浮かべてみましょう。次に感情をストレートにそのまま言葉に出します。そして怒りや悲しみ、怖さをそのまま言葉に出したり書き殴ったりします。強い言葉や汚い言葉が出てきても、そのまま放出しましょう。ここでは、うまく言葉にするよりも、エネルギーをそのまま言葉にすることが大切だそうです。ポイントは、とにかく出し尽くすこと。もうこれ以上出てこない。出しすぎて疲れた。休憩したくなった。という感覚になれば終わりにします。最後に、感情を出し切ったら、苦しみを抱えてきた自分を抱きしめ、苦しかったね、嫌だったね、など寄り添う言葉がけをします。解放の後はお水を飲んだり、ゆっくり体を休ませたり、自分にご褒美をあげたり、リラックスできる音楽を聴いたりして気分転換をしましょう。こうしたモヤモヤを解放すると、心が軽くなるだけではなく、本音の声が聞こえてくるようになります。そしてこの本音の私の声を現実に生かすようにすれば、現実もどんどん動き出していくそう。
実はモヤモヤを動かすことで現実創造だってできるのです。普通現実創造と聞くと〇〇したいという願望を抱くことから始まりますよね。ところがリュウさんのやり方は真逆です。感情を解放した後に出てくる何々したくないという思いを叶えていくのです。確かに考えてみると、先ほど私が話をした気乗りしない仕事の件などもまさにそうでした。何々したくないという本音の思いに従ったことで、もっと良い現実が運ばれてきたのです。このように本音に沿って生きるようになると、自分自身のエネルギーもバージョンアップしていくため、人間関係も日常生活も自分が求めていたものに自然と変容していくのだそうです。これまでワクワクで現実創造がうまくいかなかった人にとっては、よりナチュラルでぴったりなアプローチかもしれませんね。ぜひワークとともに意識してみてください。ではまとめに入っていきます。 1. 幸せになる秘密はモヤモヤにあった。モヤモヤは内なる自分が発する答えを教えてくれています。 2. 感情をアウトプットすればハートが開く。モヤモヤ体質を受け入れ、感情を解放することでハートが緩み、本音の自分で生きていけます。 3. モヤモヤを解放するワーク。小さなことであっても感情を解放し、本当の声に耳を傾ける習慣を持ちましょう。いかがでしたか？本書には他にも様々なワークが紹介されています。ポジティブ思考に疲れてしまった方やモヤモヤ体質の人にとってはぜひ読んでもらいたい内容になっているので、興味を持った方は本を手に取ってみたり、リュウさんの YouTube などもご覧になってみてください。私自身は本書で何度か登場する私は私を見捨てないという言葉が印象的でした。自分を好きになろう、自分を愛そうという言葉よりもスッと受け入れられるし、失敗した日も嫌なことがあった日もこの言葉を自分にかけてあげたいと思いました。もやもやしている時や元気のない時ってエネルギーが不足していませんか？私も最近すごく疲れ切っていた日があったのですが、そんな時でも不思議とリュウさんの本だけはスラスラと頭に入ってきました。自分が弱っている時に前向きな言葉を浴びることやポジティブでいようとすることは逆に気持ちを圧倒してしまうのですが、リュウさんの言葉やワークはエネルギー不足の時でも無理なくスッと入ってくるし、取り入れることができます。無理に頑張るのではなく、良いも悪いも重く捉えず流していき、自然体でいることでハートが緩み、穏やかなワクワクが湧いてくる。まさにそんなあり方の大切さを教えてもらえた気がします。それでは今回は以上となります。今後も今日から使えるワクワクするような情報を発信していきたいと思うので、このチャンネルが良かったと思った方は LIKE ボタンやチャンネル登録をしてもらえると励みになります。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。愛を込めて、ことぞらより。